クアテロン省クアテロン省の埋め立て部分、拡大図南沙諸島における南シナ海周辺諸国の実効支配状況、クアテロン省は南沙諸島にある暗証である。クアルテロン省とも表記される。中華人民共和国が実効支配し、中国人民解放軍海軍南海艦隊が駐留しているが、中華民国、ベトナム及びフィリピンも主権を主張している。 ベトナムが実効支配していたが、1987年5月に中国の国家海洋局南沙考察隊が領有を主張するための主権費を建設。1988年のスプラトリー諸島海戦では中国人民解放軍がベトナム軍を攻撃し、クアテロン省を含む6つの暗礁を奪った。2014年には中国がこの暗礁の埋め立てを開始していることが、 フィリピン軍によって確認されている。2015年10月9日には5月から建設されていた高さ50メートルの灯台の完成式典が中国交通運輸部によって行われ運用を開始した。2016年1月22日にはアメリカのシンクタンクの CESIS が埋め立てられた人工島に公衆波レーダー設備とみられる施設が 建設されていることを明らかにした。2016年7月12日の常設仲裁裁判所による裁定で国連海洋法条約における人間の居住または独自の経済的生活を維持することのできない岩であり、排他的経済水域及び大陸法を許さない岩であると認定された。クワテロン省の埋め立て部分で最長は約650メートルある。 ありがとうございます。